カルフェンタニルはオピオイド系鎮痛剤フェンタニルのアナログであり、医学及び獣医学において麻酔剤や鎮痛剤として使用される。カルフェンタニルは1974年に製薬会社ヤンセンファーマの科学者、ポール・ヤンセンらのチームによって初めて合成された。人に対する毒性があると推定されている物質であり、またすでに市販されているので、 ならずもの国家及びテロリストグループが大量破壊兵器として使用する可能性が懸念されている。アメリカ合衆国では麻薬取締局の指定薬物リストの番号、CS 支援は9743番になっており、規制物質法におけるスケジュール通薬物に分類されている。2016年の年間総計生産量は 19g だった。 日本では2018年6月に麻薬及び、抗生新薬取締法における麻薬として指定された。カルフェンタニルの効力は、同容量フェンタニルに対して約100倍、モルヒネに対しては約1万倍にも達する。一方で、マウス4での LD50 が、フェンタニルが 3.05mg、kg であるのに対し、 カルフェンタニルは3 3 9ログラムであるため高カルあたりの致死性はフェンタニルよりも低いと言える。2012年、ポートンダウンのブリティッシュケミカルバイオロジカルディフェンス研究室の研究チームは2002年のモスクワ劇場選挙事件の英国人生存者2名の衣類ともう1人の生存者の尿からカルフェンタニルとレミフェンタニルを検出した。研究チームは ロシア軍が人質を取っている、チェチェン共和国の犯人らを鎮圧するために、カルフェンタニルとレミフェンタニルのエアロゾルの霧を使用したのだと結論付けた。上記より以前に、医学誌、アナルズ・オブ・エマ・ージェンシー・メディシンで発表された、論文では入手した証拠から、モスクワの救急隊は薬剤を使用することを知らされていなかったが、オピオイドの喫煙薬を用意していくよう指示を受けて、 いたと著者らは推定していた最も一般的に使用されている、喫抗薬は、ナルキソンとナルトレキソンなのだが、強力かつ多量のオピオイドに暴露した患者が、数百人発生する見込みだとは知らされていなかったので、救急隊員らは、カルフェンタニルとレミフェンタニルを中和して、多数の犠牲者の生命を救うに足りるだけの十分な量のナルキソンとナルトレキソンを用意していなかった。ガスに暴露した。 患者125名は救命処置を受けた者の死亡が確認された。死因は呼吸不全と事件でのオピオイドの吸入の両方だった。著者らはオピオイドが無力化ガスに含まれる単なる有効成分に過ぎないと仮定しても劇場にいた被害者らは最悪アプニアになっただろうと述べた。また人工呼吸器と喫煙薬で治療すれば多数の生命を救うことは 可能だったとも述べた。AP 通信の記事、ケミカルウェポンフォーセールチャイナ s S アンレギュレーテッドナーコティックによれば、中国のいくつかの化学系企業は、フェンタニル、カルフェンタニル及びその他のフェンタニルから派生した強力な薬剤を積極的に販売している。2017年1月まで中国は、カルフェンタニルを規制物質に指定しておらず、 規制対象になるまでに合法で大量生産され、インターネットで公然と販売されていた。ラトビアトリとアニアの当局は2000年代前半にカルフェンタニルを違法薬物として押収したと報告している。2016年頃、米国とカナダは中国の化学メーカーから北米の顧客へのカルフェンタニル及び他の強力なオピオイド契約剤の輸送量が劇的に 増加していると報告し始めた。2016年6月、王立カナダ基馬警察は中国から船便で送られたプリンターのアクセサリーとラベルの貼られた箱から 1kg のカルフェンタニルを押収した。カナダ国境サービス庁によれば、HP レーザージェット社のトナーカートリッジのラベルが貼られていたコンテナには、積み荷として5000万人分の致死量に相当するカルフェンタニルが入っており、 一国の人口を一掃してあまりある量だったという。カルガリーで犯罪調査の監督補助をしている RCMP の担当官アランライはカルフェンタニルに関してなぜこのような効力のある物質が我々の国に持ち込まれたのかわからないと発言した。雑誌タイムは2016年11月の記事ヘロインイズビーングレスドウィズ a テリファイングニューサブスタンス ホワットツーノーアバウトカーフェントニルの中で2016年8月以降にカルフェンタニルを過量服用した事例が300件以上あること、カルフェンタニルに関連して死亡した事例が数件あることを報道したが、うち何件かは米国の事例であり、オハイオ州、ウェストバージニア州、インディアナ州、ケンタッキー州、フロリダ州が含まれていた。2017年、 ウィスコンシン州ミルウォーキーの男性がカルフェンタニルの過量服用により死亡したがおそらく知らずにヘロインやコカインなどの他の違法薬物を摂取したものとみられている。カルフェンタニルはヘロインと共に服用されることが最も多くまたヘロインを服用していると信じてカルフェンタニルを使用している利用者の数も最大である。中国企業が 他国の顧客にこの薬剤を違法に輸入する方法を、教えインターネットで宣伝、販売しているため、カルフェンタニルはヘロインよりも安価で入手が容易であり、また純粋なヘロインよりも製造が容易であるため、カルフェンタニルはヘロインに添加して、あるいは、ヘロインとして販売されている。AP 通信の記事、ケミカル・ウェポン・フォー・セール、チャイナ、S、アンレギュレーテッド・ナーコティックでは、 神経ガスとカルフェンタニルの毒性が比較されている。この記事では2009年から2014年にかけてアメリカ国防省の核兵器、化学兵器、生物兵器に関する補佐官を務めたアンドリュー・シー・ウェーバーのこれは兵器だ。企業はこれを誰にも送るべきではないという発言を引用して報道した。ウェーバーはまた我々が懸念を抱いている国々では これを攻撃目的で使用することに興味を持っている。ISIS のような集団が商業的にこれを注文することができたことにも懸念を抱いていると付け加えた。さらに、カルフェンタニルは部隊を気絶させて人質に取ったり、電車の駅のような密閉空間で市民を殺害したりと、兵器として様々な利用方法があるとも述べた。ありがとうございます。